CMA-CMA は、ボルプカーズが開発した、C セグメント、D セグメント用の FF と FF ベース4、WD 車用のモジュラープラットフォーム。D セグメント、E セグメント向きに開発された SPA の回を担う、プラットフォームとして開発されたのが CMA である。基本的にドライブ E と呼ばれる直列4、気筒ガソリン、ディーゼルエンジンとの組み合わせとなり、それらをベースにターボ。 ツインターボ、スーパーチャージャー、ハイブリッドと各種の追加デバイスを組み合わせることで、車両重量とグレード別動力性能、環境性能への対応を図っており、将来的には送電動化を見据えている点は、SPA 同様であるが、SPA がモーターをリアに搭載するのに対し、CMA はフロントに搭載するという違いがある。また、四気筒エンジンのほか、直列三気筒ガソリンエンジンにも、 対応可能としている。SPA と同様、前輪からアクセルペダルの間隔が固定されている以外その他の全ての寸法を自由に変えられる設計となっている。また、SPA で開発された先進安全技術とインフォテインメントシステムをそのまま移植できるよう設計されており、先進安全技術を他の XC シリーズと同様に享受できる。設計思想としては、 フォルクスワーゲンの MQB やルノーイコール日産イコール三菱アライアンスの CMF、マツダのスカイアクティブテクノロジーとほぼ同じであるがトヨタ自動車のトゥンガ並びにダイハツ工業のドンガとはモジュール化の部分以外やや違った構想である。なお CMA は2017年発表の XC40 を皮切りに順次ボルボ社はもちろん 親会社である吉都市議社の社主にも採用していく。ありがとうございます。